はい、皆さんこんにちは。ジジイのアウトドアチャンネル。はい、今回もね、ちょっと琵琶湖に来て、シングルバーナーと、テーブルのいろんな組み合わせ、はい、そこらをね、ちょっとお見せしようかないうことで、それとね、新製品、新製品言うたらあかんね、はい、新作ですわ、ジジイの手作り。はい、それもね、最後の方に登場しますんでね、はい、見ていってくださいね。今回ね、テーブルとシングルバーナーの話なんですけども、ちょっとね、せっかく琵琶湖にね来てるんで、今まで持ってるやつも登場させてね、比較できるように。それでね、ちょっとね、まずちょっとあれですわ、昼やしコーヒーとね、サンドイッチでも作ってからいう話なんですけども、これはね、あれですわ、 CB 缶のハイ、ローとねハイと両方使えるんやけども、ローにしたら、OD 缶しか使えへんし、ハイにしたらね CB 缶使えるんでね、はいはい、テーブルがね若干高い時は、こういった感じでハイにして、ちょうどね相性がいい高さなんで、それでいて、CB 缶使っても安定してるんでね、はいはい、よくね、使ってるんですけども、それと今回これ、コーヒーセットと、サンドイッチ入れてきたやつなんですけども、これオレゴリアンキャンパーのスパイスボックスいうのかな、スパイス入れる割には保温性のある、うちかね、蓋の部分も底もみんなね、なんか銀マットみたいなのが入ってるんでね、あ、いや、それやったらいうことでね、サンドイッチ入れてたんですけども、今はねサンドイッチ入れへん時でもコーヒーセット入れるようにして、スパイスボックスとしてはこれは使ってません。見ての通り、ちょうどねいい感じのコーヒーセットがね全て入るんで、それにビーパル付録の、先月やったかな、それの弁当箱みたいですね、それに、豆入れたりペーパー入れたりスプーン入れたり、はいはい、ちょうどねオレゴリアンキャンパーのこのスパイスボックスのね端に、あれ仕切りね2つあるんでね、仕切りを移動させたらね、ちょうど弁当箱みたいなのがね入るんで、それを使ってます。はいはい、そんなんでね、最近ビーパルさんの付録がね、今月もいいのがあったし、先月もね、お弁当箱みたいなやつね、はいはい、来月もいいんちゃうかな。はい、そんなんでね、今はこういう感じで、コーヒーセットのドリッパーとかコップとか豆とかフィルターとか全てね、これに入れてきたんですけども、この部分がねちょうどうまいことぴったり入るんと、でこの2つの仕切りを移動さすなり1つにするなりしたらね、何でも入るし、それとここの隙間にドリッパーの板でもええし、でこれはね、ここの部分に入るしね、コップも入るし、でこれも一応コーヒー豆ね、はいはい、こんな感じですわ。ちょうどいい感じでね、重くもないし蒸れもせえへんしようかな、はいはいはい。そんなでね、今回はテーブルが少し高い場合、そんな場合に CB 缶をちょっと高めにセットして、はいはい、使えるようにね、これニトリですわ、ニトリのテーブル4、500円ぐらいやったかな、折りたたみのねテーブル、これがねサイズいっぱいあるんでね、大きかったり小さかったり、はいはい。ほんでテーブルなしやったらこういう感じに、
めっちゃ低いタイプね、100均の、落とし蓋とかね使うやつ、はいはい。それとね、今回紹介したかったのがこれ、ね、遮熱テーブルかな、それの、ね、以前買ってたやつの、はい、外のね、外のバーナーにきっちり入るやつなんですけども、それにね、市販でもちょっと横に木がついたやつが売っとるんで、あっちの方がなんかいいな、なんか高級感があるなってね見てたんですけども、今更ねちょっとお金出してそれを買うのもあれやし、なんやったら家のあるもんで、ね、これリフォームで使ってたフローリングの板がね、まだ余ってるんで、それを切って、はいはい、ね、横にここにね穴開けて3本でねじって、作り方はこれですわ。これね、フローリングね、オーク材、これを幅いうかな、3センチで今回作りましたわ。はいはい、こういう感じでね、まあ3センチの木があったらいいねんけども、なかったんでね。で、それに幅測って、幅、これね、こういう感じに2本つけて、で、きっちりね、うまいこと、あ、切れたんが分かったら、次は、端の面取り、のこぎりで切って、で、はい、こんな感じでね、でヤスリで、磨いていく、はいはい、ただこれだけですわ。でそれに、さっきのテーブルの遮熱テーブルの縁に、ネジ止め、はい、ネジ止めする時も、こういう感じで、クランプ、100均のクランプでね止めといたらずれることもないし、ちょっと手前やけど、こういうことでしてはめたら、はいはい、失敗もしないしね。で仕上げにペーパー、サンドペーパーでね磨いて仕上げろ。で最後にね、オイルで、オイルフィニッシュかな、はいはい、塗ったら、はい、これですわ。はい、高級感が増したいの。今ね、これね1700円ぐらいでね、このテーブル売ってるし、自分でするんやったらいいんちゃうかな。はいはい、それとね、新製品新製品ちゃうわ、はいはい、新作がね、このテーブルの、これはマルペイさんのね、めっちゃ軽いね、この小さいテーブルなんですけども、ちょっとねバーナーが置けないとかねいう場合に、あまり大きいね、シングルバーナーでも持っていくの面倒いなーってね、重いなーとかね思う場合に、今回作ったんがこれ、ほらほら、スタピライザー、最近100均セリアでね、CB 缶のスタピライザーが使えるの売ってたんやけども、はいはい、全然売り切れでね、全手に入らなかったんで、自分の持ってるやつがね、あ、ここにも爪あるわいうので、はいはい、岩谷のこれあれですわ、ミニのガス缶、それを使えるようにしました。それと今週末ボンゴの DIY の動画がいよいよ登場になります。 CB 缶にはカバーも作りました。インスタの方もやっております、 GG_70 GG は73歳、おおきにおやすみ。